ホセアルコベーロ作、ベルゲーテゾ・マドリード、スペイン国立考古学博物館、アロンソ・ベルゲーテこと、アロンソ・ゴンサーレス・ベルゲーテは、スペインの画家、彫刻家、建築家、スペインルネサンスで最も重要な彫刻家と、みなされている。その上調的な彫刻群は、宗教の放鬱と苦悩を描写していることで知られている。ベルゲーテが生まれたのは、パレーデス・デナバの町で、 画家であった父親のペドロ・ベルゲーテに絵を教わった。1504年に父親が死んだ後、ベルゲーテはイタリアに渡り、主にフィレンツェやローマで絵の勉強を続け、巨匠、ミケランジェロの下で彫刻も学んだ。ベルゲーテがイタリアで描いた絵は、マニエリスムの影響が見られ、ヤコポダ、ポントルモやロッソ・フィオレンティーノといった同時代の画家たちとの絵と比較されている。 1517年、ベルゲーテはスペインに戻り、1518年、カルロス一世によって、宮廷画家、彫刻家に任命された。その時からベルゲーテは、彫刻に専念した。それ以外にもベルゲーテは、サラマンカのコレヒオデロス・イルランデセスの祭壇画や、トレド大聖堂の聖火体積、それに、トレドの洗礼者、ヨハネ病院にある病院の設立者で、 トレド大主教不安で食べらの母妃を手掛けたカトリックエンサイクロペディアありがとうございます。